パルス暦320年秋、西北方ルシタニア王国軍はマルヤム王国を滅亡せしめ、パルス王国に侵攻。これに対しアンドラゴラス3世は自ら軍を率い、アトロパテネの野に侵略軍を迎え撃つべく進軍した。王太子アルスラーン・ウィジンス、時に14歳。このアトロパテネの平原はルシタニア兵で埋め尽くされているようです。私たちだけで進むのは危険そうだな。まずは前線の味方と合流し連携を図ろう。前線に兵が十分集まりましたね。彼らをまとめ敵軍を蹴散らされてはいかがでしょう。この戦で必ず活躍してみせます。味方の兵を束ねれば強力な突撃を行いましょう。さあご命令を。わかった、みんな私に続け。やしゃしい。ダリウン、国王陛下はわしがお守りするゆえ、お主はアルスラーン殿下をお探ししろ。おい、いたぞ、パルスの犬だ。殿下、お姿が見える。突撃の先頭におられたようだ。おそまきかもしれぬが守って差し上げよう。わかりました、叔父上。エクバターナで再会しましょう。お前などに負けはせぬぞ。
京都も打ち倒してくれるわ。俺と会ったのが運の尽きだ。その残党だ、やっちまえ。お前などに負けはせぬぞ。クバード殿、アルスラン殿下をお見かけしませんでしたか。王子、知らんな。前線にいた気もするが、道は塞がれておる。進めはせんぞ。障害物を取り除く他はなさそうですね。崩れた部隊を立て直し突破します。陛下、もはやこの戦いに勝ちはございません。お引きくだされ。バフリーズ、貴様、余が武人としての恥を知らぬと思うてか。明日勝つために今日の恥をお忍びくだされ。それに王妃様のおられる王都を敵の手に委ねてもよろしいとおっしゃいますか。ダリューン様、おかげで助かりました。これだけの兵がいれば障害物を取り除けよう。
ダリューン様、障害物の排除完了しました。ようやく先に進軍できるな。殿下はご無事だろうか。